こんにちは。今回は1分で声が出やすくなる舌のストレッチをしていきたいと思いますでぜひ一緒にやっていきましょうでは聴いてくださいでどれぐらい声が出やすくなるかをチェックするためにまず声を出しましょうあーああ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  高さどこでもいいです。出しやすいとこでいいので出してみてください。そうしたら用意するものはタオルがいいかなと思います。ティッシュとかじゃなくてタオル。これはあのウェットティッシュなので大丈夫なんですけどもティッシュだと破れてベロにめっちゃつくのでこういう濡れてるタオルとか普通のバスタオルとかの方がいいかなと思います。それぞれ3箇所20秒ずつ引っ張っていくだけです。まず先端からいきますが出してもらって、うん、引っ張るだけですね。 で両手で引っ張っ張てくださいちょっと痛いかなぐらいこんな感じです下の力を抜いちゃって手で引っ張ってあげるだけですこれを大体20秒やってくださいそしたら次に下のこっち側をつかみますベロがこうだとしたらここをつかみます根元の方をつかんでくださいそして手で こう引っ張っ張てくださいこっちですねここを引っ張ってこっちに引っ張るなるべく奥の方を掴んでいただけるとより奥が伸びますのでなるべく奥を掴んでいただければと思いますおそらくね奥掴んでいただければああここか 痛いなーって分かると思うのでここをちょっと痛いぐらいで引っ張ってあげて揺らしてあげて20秒そして今度逆もやりますこっち側を掴んでこっちに引っ張りますここがベロだとしたらここを掴んでこう引っ張っていきますこれも20秒やってくださいこれだけやって あーってもう一回声出してみてください。あー、あー、あー。おそらく出しやすくなってると思いますので、これを二日に一回とか、あの気づいたらやってあげると、ベロがどんどんストレッチできますので、柔らかくなっていくかなと思いますので、ぜひやってみてください。で、柔らかくしてったら、 やっぱ下のトレーニングもしてほしいのでぜひね概要欄に貼ってある下のエクササイズ3種類っていう動画がありますのでそちらも参考にしていただければより柔軟性があってより強く動かすようなベロができますので下の脱力とかにもつながってくるかなと思いますのでぜひ概要欄の動画もお試しください、えー、参考になりましたらグッドボタンお願いします失礼します